テレビアニメバックアローリンガリンの放送局皆さんこんにちはテレビアニメバックアローアタリーアリエル役の須崎彩です皆さんこんにちはテレビアニメバックアローエルシャリン役の小沢ありです リリンンガ放送局第19回の配信がスタートしましたはいこの番組は現在放送中のテレビアニメ「バックアロー」マックス盛り上げていこうという冒険活劇ラジオですはいはいんか今ドキドキしてドキドキしてワクワクしてなんか久しぶりですこの感じ確かになんかね前回と前々回はゲストさんいらっしゃらなかったのでのびのびとはい今回はですね「ラスボス」みたいなくださいましただろう 須崎と長らく相方されていたので長らく相方するうとちょっと語弊が私は今日ど,ど,のどのテンションでいればとか思いながらあんまりそんなにお話ししたほうがいい 密室の中でお話しできてすごく嬉しいですなかなか多分一緒のアフレコにいたとしてもお話しかけられないのでじゃ今日はありからねたくさんいろんな人やとええや須崎さんが須崎さんいるのが楽しいですやばいやいということでねじゃ早速開けていきましょうかねそれでは最後までお付き合いよろしくお願いしますこの番組は バックアロー制作委員会の提供でお送りしますテレビアニメバックアローリンガリンド放送局では本日のゲストさんご紹介しましょう三木真一郎さんです皆さんこんにちはテレビアニメバックアロールドルフコンダクトーレの声をやらせていただいてます三木真一郎ですよろしくお願いしますお,お願いします タイダバージョンのルドルフウヨウヨバージョンもうみんな忘れてるかもしれないから確かに今はねシュッとしましたけどね初めルドルフ見た時になんでミキさんなんだろうとあれはねびっくりしたね思いましたけど俺もちょっと笑っちゃったもんえ、一番最初のルドルフ指名でそうなのよですよねだから割とカズキちゃんの中では裸で説明するのは俺みたいよ 裸で説明する役は裸で説確かに。確かに。確かに世界観の説明今回もしてましたね。でこれはねコメンタリーでも言ったんだけどたまたま地下鉄に乗ってて俺が移動する間に時にとある駅に泊まったのよそしたらドア越しの目の前に和樹さんがいて運命。それでああなんつって。 で本当は一息ぐらいだったんだけどまあ二息ぐらい、うん、じゃあ行きましょうかなんつってうん、うん、同じ電車でいや実はミキさんにお願いしてる役があるんで決まるといいなーなんて思ってるんですよって言ってくださったのがそれだったのあそうだったんですね、えー、じゃあそのワクワクしてキャラ絵を見た時どんな感情に、うん、ああこれか <laughs> <laughs> おいってキャラ絵はブヨブヨバージョンとシュッとしたバージョンどっち それでアフレコの時に一瞬シュッとする根底が入ってて影でであ細くなるんだっていう話を聞いたような気がするそこまでで知らななかったんす細くる予定だからまあでもアフレコの時に「まあ細くなるよ」って言われちゃったんでただどこまでブヨブヨあのブヨブヨっていいのかなそうなんだよブヨッとしてる感じをどこまでセリフに乗っけるかっていうのを,うのをちょっとうん ちょっっとどどううしししよかて話またけどね設定集みたいな文字で何か頂い,いたりしたんですかえっと世界観みたいなのは頂<ー>、うん、い,いていたけど、うん、キャラについてキャラについてももらってた<ー>ただ全体の流れは追っていけないのでそうですよねね話ごとの、うん、なんかね後から入るって孤独なんだよな <laughs> <laughs> あれ何話ぐらいからルドルフって出てきたんでしたっけ 遅くも十話よりは前でしたって十、うん、話より後じゃないかな後でしたっけギリギリ後かなギリギリコロナ前になんか一回お会い一回だけなんだよねそうです一回だけお会いできた気がするので十話前に一回、うん、あったかもしれない、ね、ロビーでちょっとお話しして帰るみたいな感じだったよねそうですね、うん、であのミキさんの役はこういうポジションで、うん、であの大丈夫です安心してくださいあの納金の国じゃありませんって <laughs> たぞ <laughs> そうでですすね頭脳の国ししたか脳筋じゃないいいから安 <laughs> 安心心ててくくだだささどう考えてもね <laughs> ロビーにいるだけで熱いしうるさいからな。<laughs> <laughs> 楽しいですけどね <laughs> なんかこの間コメンタリーを、うん、和樹さんと哲さんと檜山さんと小清水さんでやったらしいですけどめんどくせえキルラキルの話しか知ってなかったらしい <laughs> <laughs> だから私の人も呼んでくださいよあ,あーいいで,す、ね、いでもそうねでも、うん、ああいう熱い作品で知り合いだから今回また、うん、その熱の入れ方の塩梅が分かるっていうのもあるかもねそうですよね なんか本当に和輝さん節が今回もねさくスされてるんですけど脚本とか読まれてどうでしたかあ相変わらずひどいだから、うん、ひっくり返って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 いくっていうそのキャラクターたちが活躍して一個達成したところですぐにひっくり返されるっていうこと でも本人たちは後から来ること知らないからものすごい達成感があるわけじゃないでもその達成感に対してまた強いやつがにっこり笑ってひっくり返していくっていうのがものすごい作りだなってやっぱ思うよね。で舞台で言いたいセリフみたいのがいっぱい散りばめられてるからさすがに前芝居したいようなさ、うん、それは他のアニメとはちょっと違う。 セリフとかが多く散りばめられているんじゃないかなっていうのは思うけどな。なんかその途中ストーリーの途中から入ってくるキャラとして、なんかプレッシャーとかやっぱあったりするんですか。あるわ。あ<れ>、<laughs> 何言っとんじゃん。<laughs> いやな、<laughs> なんか、なんか、自分はね、経験しないから。なかなかたくさん、何、うん、かこう歴を積んできた中で、何度もあっただろうな、うん、みたいな気がして。いや、でも、それはね、なれない。ええ<ー>、うん、そうなんです、ねうん。やっぱ途中から入るって言っても、それまで作品を支えてくれてるのは、そこの前に。 スタジオで同じ空気を吸ってマイク前に立っている人たちじゃないやっぱり。うんうん、それはベテランだろうが、うん、若い人であろうが。うん、で、サブにいるスタッフであったり原画を描いてたり動画とかっていうね、僕らの見えないスタッフの人たちがだから、そこに対して後から参加するっていうのはどんな役のポジションでもやっぱりそれはね、ようん、みたいな感じで入る、えー。でも結構見知った方々が多かった。いや、とはいえ、うん、ただ逆にああいうポジションだから。うん 途中から入って仲間になりましたじゃないからそうです、ね、まだ良かったかなってあとねそういう意味で言うと、うん、常に誰かといるっていうポジションじゃないから、うん、気持ちの上では成立させやすかったかなあれきっこさんとは結構一緒に撮られること多かったですかそうだねな基本的には キッコちゃんとしか会話しないからね、うん、<laughs> そうですね、うん、なんかこう作品についてキッコさんと何かお話されたりとかありましたご現場でそうだねでも二人してこういう役やるのは珍しいなっていう話をしてたキッコちゃんも、うん、ああ確かに、うん。リソナンザみたいのは初めてみたいなことを言っていてこれ、うん、もルドルフのあのちょっとブヨブヨした感じみたいのはそんなにしてるわけじゃないしほぼ初めてだしな、うん、そういうところでの 話をしてたかな、うん、確かにキッコさんがラジオ来た時もルドルフさんが面白くて面白くてって言って <laughs> 言ってましたよね <laughs> またた羨ましいって面白くしてるわけじゃないんだよさ <laughs> もう面白くなっちゃうんだよあ,<ー>あの人だって普通に話しないからねうんあの十八話なんかもね常に体を動かしながらあそうなんかポージングが独特と思って立ち方とか それか和樹さん,さんそういう役のイメージ何だろう <laughs> ね本当にね切るら切るからね裸で説明する役ばっかりになってきたんで<ー>危ないんだよ <laughs>、まあ、その前からちょっとあったかもしれないけど <laughs> <う>いいからだのね裸で金,金の玉を連成するやつかいろいろね。 そうなん、どうなんだろうね、五十超えてんの。いや、素晴らしいです。はい、恋。ね、はい、まあ、そんなわけで、まあ、ルドルフについてはね、まだまだ言えないこともいっぱい。あって難しいんですけども、ちょっとね、皆さんからのメールも届いてますので、ちょっとそちらご紹介していきます。え、え、ジャスターブライトさんからいただきました、ありがとうございます。あ、やっぺありちゃん、みきさん、こんにちは。こんにちは。ルドルフについては、みきじるしでも触れるくらい、ずっと喋りたかったとお話しされていましたね。 今の流れでは完全にラスボス的なポジションに立っていることやうん、うん、ワインかどうか怪しいですが <laughs> を口以外から飲み干すなど分かりました、うん、まだまだ秘密がありそうですよね。うんえー、さんが今の段階で一番ネタバレしたたかったことだきましたいやあのあ<ー>今の段階でっていうかちょっと前に初めて言えたのが「はい、俺出てるよ!」って。 後から参加してるからみんなが楽しそうにツイッターとかでつぶやいてるさ俺言えないじゃんしかもちょっとアフレコ先行してたからさなんだ羨ましいなおいって思いながらやっと出てるよって言えるようになったのがまず嬉しかったかなイャスタ発表がすごい遅かったそうなのそうなのちょっと遅かったからやっと言えるって思ってあとはちょっとシュッとするよってそそうですよれ早く言いいたですよねそうですよね テストを知らないで見たら気づかないと思いますうん、うん、私も知ってたのに見た時、うん、全然わかんないなと思いましたしすごいブヨブヨでしたおかげで新しい引き出しが1個増えました <laughs>、うん、<laughs> あれどうやって出してるんですか口なんか空気を含ませて喋ってるんですか,かいや含ませてるっていうか、うん、口の中にやっぱ肉のついてる量が増えるから、うん、その肉が口内にもある感じ、うん をどうするかっていうこんなに細いミキさんからどうやってあの声出てるんだろうと思っていや普通普通にこうちょっと下の方を使ってそんなこと言われてもないそんなこと言れてもな明らかになんか食ってんのよ食べてる感じになっちゃうんですけどミキさんは食べてる感じになって本当に太ってる感じの声になるからすごいなって思ってどうやって出してるのかなって思ってましたなんかねさすがにもう三十何年やってきてるからねすごいでもそんな太った役って本当に数えるほどしかないんじゃないですか ありました逆にないんだよあ本当にないんですかうん<ー>えっとねガヤっぽいのでもない、うん、えー珍しい,、えー、珍しいんだあの逆にああいう感じでルドルフはちょっとツヤツヤしてるじゃんちょっとカサカサして太ってる人だとカサカサした声の太ってる感じになりがちなんだけどルドルフの場合のああいう感じでちょっとふっくらしてるのはほぼないんじゃないかな、うん、えー すごいなーってえ結構やっぱ練習しました家でその太った声のなんかこう。あえっと、どこまで要求されるかなっていうのは考えただから自分の中で考えるあの体型から出る声の先まで、うん、自分の想像よりも先を要求されちゃうとできなくなっちゃうから<ー>自分の要求の先までちょっとやってでそっからあと減らしていけばいいから<ー>どのぐらいやったらいいですかっていう。 それなんかその一回初,初登場の時の,そのこれぐらいの太り方でっていうので出した声をその,その次の週にその、うん、脳内でキープしておくの難しくないですかいいいやそれは全然難ししくない<ー>、うん、だって楽しいもんへー なんか先週より20杯減りましたねとか増えましたねとがちょっと減ってね大初は減それはなかったなうんだからちょっと楽しかったやっててじゃ美さんの初め練習のシミュレーションの中ではもっと太ったバージョンもあったってことですかあったあったもうちょっと校内に肉がついちゃってたらどうなるかなっていう感じとかはあったけどすごいですね舌かんじゃいそうですね 一人すぎて、<laughs> そう一人すぎて、それはそれでリアルかもしれない。<laughs> <laughs> 不自由な人だ。<laughs> 説明できなくなっちゃう。<laughs> <laughs> ありがとうございます、はい。はい、続いて堂島大輔さんからいただきました。ありがとうございます。<あ> <laughs> ア,さんアリさんそしてゲストのミキさんごきげんようごきげんよう,んようブクブクルドルフからイケイケマッチョにトランスフォームするなどのルドルフの秘密はいつ頃の段階で知らされたのか教えていただけると嬉しいですああブクブクからイケイケになるもう頭で言われたんですかまあ細くシュッとなるよとは言われていたけど第二経済みたいな感じでただまさかね肩からうんぬんって <laughs> 確かに。 あれ衝撃でした六本刺さってましたなんかのねテレビの CM 出られそうだよねコミヒットしちゃって感じですよねこんなこんな風になれますみたいな確かに結構神々しい役とかはやられてたりするんですか神々しいかどうかはわからないけどなんかそっち寄りのものはやっぱり年齢観的には多いかな なんか、やっぱ憧れるというか、うん、ああいうこう余裕があって、何をもこう。量がしそうな役って、今多分できないなと思って。うん、ああいうのは、なんか意識とかあって、神々しくなっていくんですか。か別に、俺が神々しい。すごい、あ、あれはど、どなんか意識としてや、や何かやってるのか、それとも、もう美樹さんはできちゃうっていう。多分ね、ある程度経験していくうちに。多分。 えっと、ででききる人人とできなないいのにかれれちゃうかもしれないよねそれは。だけど何かをいい意味で捨てるとスポンってそっちにいけることになっていくと思うんだよな。人を捨てるなんかポンって捨てちゃうんだよ<ー>どっか何かを落としていくっていう。小さい役をやるときに100%でやると老けちゃうのと同じでその逆なんだよねみたいな。 すごい真面目なこと言っちゃったいやでもめちゃめちゃ勉強になすすごい聞きたかった話そのミキさんの,、うん、そのミキさん節みたいなものもやっぱあるじゃないその抑揚のつけ方とか深みを感じさせる言い回しが,、はいはい、がその なんか家でやってみたルドルフの <laughs> ルドルフの。俺の前でのいやるよ。それはできないの。<laughs> ルドルフの,その言い回しを聞いて、この抑揚の付け方ってなんかその普通にこのキャラを作っていく中で、なんかその工夫次第でできるものなんだろうかわからないと思ってうん、うん、家でそのそのミキさんのその声の幅のそのつけ方をやってみたんだけど、私が<ー>まあ私がやると。 なんかものまね芸人さんみたいになっちゃって役にも聞こえないしんかそのどうやって生成されていくんだろうと思ってその言い回しの自然だけどすごくユニークで個性的でキャラのえっとそれを聞きたくて今「いやお金お金すね。あの多分あの外に」とかもうとそれ 要素とししててはやりやりすくくななってくるかもしれないんだけどうん、うん、結局向こうの人に合わせなきゃいけないっていう部分があってうん、うん、日本語とのすり合わせうん、うん、その口が開き始めと終わりだけやってればいいっていうまあ OK になるかもしれないけど向こうの役者さんの細かい表情も拾っていかなきゃいけないじゃん。でそこに日本語の細かいニュアンスをどうはめるかあと口リップシンクもあるし、うん、っていうことをやった上でアニメと外画と両方やっていくといろんなことが増えていくんだできることが。うん、その中で例えばセリフ的に立てなきゃいけないところは当然立てなきゃいけないんだけど、はい、それとは別に。 立てるほどの意味的なものではないんだけど、文脈的にここは押しといた方がいいなっていうところがあったりするのね。立てるんじゃなくて押すっていうところが見えてくると、そうするとえっと言い回しっていうかその役に応じた喋り口調っていうのは自然に分かってくる。えー、立てるとこだけ立てるっていうと逆にでこぼこしてたりするんだよね。確かにそうじゃなくてここは押しといた方がいい。いい で引いた方がいいところはもう思いっきり引いちゃったらいいしみたいなところのそれは役をちゃんと理解してないとただ本人が好きでやってるみたいになっちゃうからちゃんと役として役と仲良くなったらどこ押してどこ立ててちょっとどこ下がってとかっていうのが見えてくるような気がするな。かといってテストと同じことができるかっつったら100%同じことができないんで逆にそれだと計算になっちゃうから。ななるほどだかからそそのの細いニュアンスつぎ つなぎがちょっと今回は成分としてちょっと緩いなとかなってくるかもしれないけど、うん、キャラクターとしてちゃんと仲良くなってたらそこからは成立しやすくなっていくっていう、えー、そか,外か、うん、なんかこうベテランの人のこの存在感のすごさがかっこよくてやっぱ家で真似してみるんですけど、うん、どうしても浅くなっちゃうから。うん そういうことかと思いましたね。私たちも外側がなさすぎて、やっぱり上手くなりようがないっていうか。あるよ。ありますか。あるよ。あるあるいっぱいある。どまだまだ上手くなるよ。二人だって全然。まあ須崎くんはねもうベテランだから。いやいやいやベテランだからですか。怖すぎる。怖い怖いよ。でなんか下準備きた怖い怖いよ。ベテランだからね。いやいやいや。うんいっぱい全然。 ままだだ俺だってもっともっと上手くなれる要素はきっとどっかに転がってるかもしれないしみんな貪欲に街歩いてる時でもいろいろ目だったり耳だったり聞かせていったらアンテナね聞かせていったらどん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 まだまだ上手くなれると思うからそこはね絶対大丈夫だよ。なんかヒントを得られた気がしましたいなんんかかっってたあとと普通に喋るるうこを忘れがちだりすん その普通っていうものが何なのかっていう部分。うん,うん、ちょっと待って、普通に先生みたいな。<laughs> いや、めちゃくちゃ。これはお金払って。聞きたいなと思って。うん、なんか、その部分だと思うんだよな。うんナチュラルっていうことの意味を履き違えないようにすれば。うんナチュラルっていうのは自分のナチュラルじゃないから。うんその作品世界においてのナチュラルだから。うんそこに対して、自分の、私のナチュラルはこれって言って勘違いした自分だけを持ち込むと。う 画面とキャラクターと剥がれていっちゃうからそこをちゃんと作品のナチュラルそう作品のナチュラルじゃん,うん、うん、確かにだって時代劇にさ今の,僕,の <laughs> 僕らのこの世界観の言葉を持ち込んだら絶対剥がれるじゃんはい、はい、だそれをナチュラルっていう言葉のあり方を勘違いしてる人が多いからうん、うん、そこをまず勘違いしないところから始めるとわかりやすいかもしれないねって思う<も> 30分聞いてたいですね。いや、もう外側の話も聞きたい。めや、ゃんそうですきたい。着きたいし。あ、でも、バンカーローの話をしましょう。はい、そうです今のつまんどいて。ええやだやだこれは多分ね、ファンの人も聞きたい話でうん。あのね、頼まないでください。 はい、ということで、えっ、ー、とメールはここまでです。さあ明日五月十四日にはアニメの第十九話がオンエアになります。うん、ということでね十八話の振り返りをまあ、ささっとしますと。 サブタイトルが「これが世界の真理なのか」ということでついにね壁の外にできました顔がいっぱいボコボコした塔が立ってたりとかあと櫻井さんの声の教祖様が急に出てきましたけど合格キャストさんの一人櫻井さん本当にリンド教団の教祖様ですねでもそれもねディソナンザが化けた姿というかねだったんですけれどもそんな中ですねリュの マイストローグが突っ込んできまして、うん、来ましたね。はい。うん、で、あのなんとアローが秘めていた力を秘めていた力を解放したっていう言葉が正しいのかな、覚醒させられたっていうのかな。そうですね。覚醒か。うん。覚醒して,して消滅光線が。 出せるようになりました。消滅光線。はい。はい、そんな淡々ということ <laughs> 消滅光線が出せるようになりました。<laughs> いや人をね殺さなかったアローが。<laughs> あの黄色い光は消しちゃうんですよ。うん、ね,ねびっくりしました。だからアローが殲滅者だったということがね、はい。 ルドルフから、ね、言われましたが、はいね、お前はねっていう話をね、うん、ルドルフがして。ルドルフもね、うん、この世で最も神に近い存在だったと、言っておりましたし。うんうん、そう、選定教の選定は、あの、王を選定する側じゃなくて、神に選定された。選定教だったとっ、ねうんうん。はいうん、なかなか。 今回もヘビーなというかね,うねとても、うん、シリアスな展開が続いているんですけれども、はい、私ねこの話数ですっごい好きなシーンがね。はい、シューが これが世界の真理とは思えないって言ったの。あいいですよね。そこがめちゃくちゃかっこよくて、うんうんうん。そうなんかこのサブタイトルにもかかってるし、なんかめちゃくちゃ頼もしくて、シュウかっこいいなって思いました。うん。なった回でしたね。シュウがいてくれてよかったなって本当に思った回ですよね。はいでした。ということでね、アニメの第十九話もお楽しみに。引き続きアニメの感想もお待ちしています。どんどん送ってきてください。 テレビアニメババッッアロローーインンガリンド放送局このバッキャロー主人公のバックアローの名の由来にちなんでこのコーナーでは皆さんがバックャローと思ったエピソードを募集しています。 ミキさんは最近バッキャローって思った出来事ありますかん何ですかミキ <laughs> <え>さんが最近バッキャローって思った出来事ありますか <laughs> あ申し訳ございません私バッキャローという言葉を存じ上げません嘘 <laughs> <laughs> <え>バカヤローって思ったことありますえいやえ、なんですかえ、バカー <laughs> 思ったことありますバカまではわかりますがその後に野郎がつながるこのバカ野郎というのは初めて聞きましたちょっとやばすぎましたちょっと貧困放送で知らない言葉だったらしい嘘つけ楽しいなミキさんがバカバカと思ったことがありますかわいいなぁそこ嘆いだろいいだろう。まあまあないことはないですけどないことないですけどちょっとそんなここで言うことではないので本当です大人ですねそうですよみんなの代弁してあげましょうよここそうですね。だいたいゲストさんバカ やろうぶちまけていっぱいありますけどね <laughs> そんななんだみんなそんないっぱいなんだ 1>, <laughs>、えー、1通目飛行機さんです、はい、ありがとうございます,います駅前とかでアンケートで話しかける人がたまにいますが、ね、イヤホンをしているときに話しかけられるのは勘弁してほしいですうん、うん、話を聞きたくないから耳を塞いでいるのに察してくれよバッキャローといただきました アンケートがお仕事なんですよ。まあね、まあアンケートいろいろあるけどね。<laughs> 私逃げられないタイプですアンケート。受けちゃう人？受けちゃうタイプです。あ,あ、そうなんだ。本当に。どんなアンケートあんの？うん、えっと、生きてて楽しいことありますかみたいな。え、楽しいアンケート。ちょっと怖い。<laughs> 新宿で。<laughs> え、怖いの <laughs>。何が生きがいですかみたいな。ああとか。 この後夢とかありますかみたいないそれ結構危ないアンケートな気がするあでも私よりも年下の方々の大学生みたいな感じでしたけどね、うん、ああなるほど思、ね、ったって思いました確かに確かに私もありますよアンケートでもそれは、うん、多分成果が あのお菓子のんかチョコレートをいっぱい味見して感想と点数つけてくださいっていうのを秋葉原で前受けたこと、うん、前っていうかもう相当前大学生の時とかでも私そんなチョコ好きじゃないの正直なのにいた<ー>チョコとかを気が済むまでずっと食べてくれ無言でって言われて厳しいであのもうパーテーションでくぐえっていうか一人しかいないの、はい、でもう別に何もなんかテレビとかがあるわけでもなくひたすら飽きるまで食べてくれて <laughs> 結構地獄だったよ友達とか とかと生きてるわけじゃないから、板チョコってそんなずっと食べれないじゃん。だからもう三分の一ぐらいなんとなく食べて、もう飽きましたって言って、ありがとうございますとかって、こうすごい記録取られて。えでも、そのね、こう十分以内に一枚食べる人いるのかなって感じですよね。まあ、でも好きな人は食べちゃうの、かなは。え、みきさん、どうですかアンケート。アンケート。昔ね。もう、この時期なかなかアンケートとか。この時期は確かに。昔なんか、ビッグになれるぜみたいな。 さあ、アンケートが、に来る人とか、いたじゃないですか、新宿で、年収いくらですか。あ、そうなんだ。みんな、うんって言ってるけど。それは。月収いくらですか、みたいな。行くのかな。うん、だめんどくせえから、月収、あ、お兄さん、お兄さん、月収いくらですか、もうすごい稼げますよ。今、おいくらですか、八千万とか。いや、そしたら、あっという間に離れていくから。 私は収入8000万やばすぎるありません渋谷とかで収のあるの稼げる仕事あるけどって言って私稼いでますんで大丈夫そうなのよそういうとでもそうすると食い下がってくるんだよね今いくらってくるから何の仕事してんのみたいなそうそうそうでもさらに向こうが想像してない額の上行くとあっという間に離れていくから8000万強すぎる月収ぐらいですか8000万 何の仕事って確かに何の仕事なだこんななりだからさ何やってるか分かんないんだよ逆に聞いてくる方も。も職務質問受けるような体型だからさいやさそんなことはないですけど音楽やってるのかなってそういうことでよけていく。 なるほど。ミキさんに話しかけてくるんですね。アンケート。何やってる人が気になるのかもしれない。確かに確かに。なんだろうね。ルドルフの声で答えてる。もっと深掘りされてずっとついてきます。続いて紹介します。阿部佐久さん、会いてだきました。ありがとうございます。近所を歩いているとよくジョギングしている人とすれ違います。それはいいのですが、多いのが。 歩行者を避けようとしない人、うん、すごい速度で走ってくるのに避ける素振りも見せない<ー>最近もそういう人によく会います、うん、危険なんだよ何のために走ってるんだバッキャローと思ってしまいますあ、そうなんですか向こうから近づいてくるのに避けない歩道を走ってるってことそもそもチャリがチャリじゃジョギングか。うん、だからもうイノシシですたまにマスクしてない集団もいるからね、えー なんか夜中とかならまだ分かるんですけどお昼帯に公園とかで、ねうん、人もいるからマスクしてないとなんか息止めてくれるんだろうなって思いながらやる気の格好でさ、うん、集団で走ってたりするじゃん大声で話しながらそれはいかがなものかなって、ねね、確かにあんまり、ねうんうん、集団でもよくないですし。そういうい人たちに向かって バカと野郎くっつけるんですかそうですそうですで可愛くバッキャローでバッキャローメモメモバカって言ったことないしそれは良くないよねでもねそうですねこれは本当に思いますねはい。ということでここまでですこんな感じで小さいバッキャローから大きなバッキャローまでどんどん送ってください以上このバッキャローでした リンガリンド放送局お送りしてきましたテレビアニメ「バックアローリンガリンド放送局あっという間にエンディング」のお時間です番組では皆さんからのメールをお待ちしています アドレスはバックアローアットマーク温泉 .ag b a c k a r r o w アットマーク温泉 .ag です番組配信ページにある投稿フォームからも送ることができますたくさんのメールお待ちしていますではここでバックアローの最新情報をお伝えしますバックアローブルーレイ &DVD 第1巻が発売中です 完全生産限定版特典には中島かき下ろしオーディオドラマやオーディオコメンタリーなどなど豪華特典盛りだくさんですのでぜひゲットしてくださいまた第2巻は5月26日水曜日に発売です店舗特典などの詳細は公式サイトをご確認ください続いて魂ネーションズからフィギュア情報のお知らせですハイターゲット向けロボットフィギュアの「ロボット魂」からはフライハイトの無我とギガンがそれから 造形、彩食稼働にこだわったフィギュアシリーズ SH フィギュアアーツではアローとエルシャが商品化されますそしてデフォルメフィギュアシリーズフィギュアアーツミニからはアローエルシャアタリーの3人が登場しますよご紹介した商品は全て予約受付中です詳しくは魂ウェブでご確認くださいそしてブライハイトのメタルチャームやトートバッグなどたくさんの商品が発売中です こちらの情報はムービックのホームページでご確認くださいまた全国のローソンでは現在バックアローのオリジナルブロマイドを店内のマルチコピー機サービスローソンプリントにて販売中ですアニメの名場面をぜひお手元に詳細はローソンプリントのホームページをチェックしてくださいはい、えー、第19回のお配信でしたが、えー、ちょっとミキさん途中先生みたいなたね本当にありがたかったですねとんでもございません私でしてよければ何でも <laughs> いやね。答えしますよ。あと外側をもっとちゃんと見ようと思った私は。そうですね。私ミキさんが吹き替えてくれた韓国ドラマで死ぬほど泣かせていただいて、もう何度も言いました私。なんてやつ？あの鈴木さんも知ってると思うんですけど私の頭の中の化粧。ああ。あざす。ミキさんが吹き替えられてる。チョンソンさんをね。改めていただいてて死ぬほど泣きました本当に。ありがとうございます。よかった死ななくて。 ありがとうでもそんな風に言っていただけるなんて嬉しいですよ本当にもういっぱい見てみきさんさすがで今日だからお芝居の話聞けて嬉しかったはい。まあでもねちょっと長尻合わせるために次回は多分砕けた話もいっぱいすると思いますあと十八話のコメンタリーねみきさん出演されててもしあのまだ見てないよって方はぜひ配信サイトとかではいチェックしてみてくださいルドルフの話とかしてるキルラキルの話とかしてるあはははは じゃえそれはもうぜひキルラキルのファンの方ぜひチェックしてください貴重、うん、です <laughs> はいよろしくお願いします、はい、ということでミキさんには来週もお付き合いよろしくお願いいたしますはいということで今回はこの辺でここまでのお相手はアタリーアリエル役の須崎彩とエルシャリン役の小沢アとルドルフコンダクトレの声をやらせていただいてますミキシンシロウでしたバイバイこの番組はバックアロー制作委員会の提供でお送りしました